はい、しあすかです。それでは今回は室町時代の2回目はい、足利尊氏が初代将軍で三代将軍八代将軍ということですね。で前回の授業で、ちょっとここをやったんで簡単に書いておきますね。1333年に鎌倉幕府が滅びました。一三三鎌倉幕府で1334から1336の2年間が建武の新政ですね。で1338いざ都へ足利尊氏から、室町幕府がスタートするんですが、南北朝時代が続いて、で1392年いざ国統一足利義満ということで南北朝時代が終わりますと、まあ、ここのおよそ60年を南北朝時代と言ったりしますと。でそこで1467年人よ虚しい応仁の乱で、ここから1573年以後涙を流す足利義昭15代将軍、ここまでの100年が戦国時代ということで、実質、室町時代が、まあ、室町時代というか室町幕府が強かったのはもうこの辺ぐらいですと。だから鎌倉幕府に比べて室町幕府っていうのは全国を支配する力がそれほど強くなかったというところを説明しています。で、足利尊氏に関してはもう1338年に、室町幕府を開いた人、もしくは1333年に、鎌倉幕府を滅ぼすのに力を使った人、まあ、このぐらいでテスト的にはもう十分です。で今日はこの足利義満ですね、この人をやります。で、いろいろ覚えてほしいことがあるんですが、まず三代将軍足利義満の頃が室町幕府の全盛期だと。まあ、実質15代将軍義昭まで、室町幕府は行きますけれども、3代将軍の時が一番幕府としては力が強かった。それから1390年ですね、南北朝を統一したと。はい、伊佐国統一は足利義満ということで、北朝南朝の2人天皇がいて、2つの朝廷に分かれてたんですけど、南朝の天皇に、北朝に、まあ、全部権限を返させたと。でまた1人、京都に天皇が1人、朝廷が1つという状態に戻りました。それから金閣ですね。はい、金閣、閣っていう字、漢字間違い気をつけてください。あとここ金閣寺って言ってお寺をっていう字をつける人がいますけど、歴史的には金閣寺は×です。地理だったら OK ですけど、地理でまあ金閣寺っていうのを聞くことはまあないんですね。どういうことですかって言ったら、義満が死んだ後にその周辺にお寺を建てたんです。でも歴史の問題では、義満が死んだ後に建てられたお寺なんて言いますかっていう問題出ないんですよ。そうじゃなくて、義満が建てた別荘3階建ての金箔、まあいくらでしたかね、今のお金に直すと60億円ぐらいかかるとかっていう建物、要するに金閣っていうのは別荘なんですね。でこの義満が建てた別荘が金閣で、義満が死んだ後の時代の人たちがその周辺にお寺を作ったので金閣寺って今は言うんですけど、歴史の問題的には字はいりません、書かないでください。金閣漢字二字で終了、終わりです。そして今回、最後ですね、勘合貿易。は
い、というのが、よくテストに出ます。でこの勘合貿易を、説明して今回は終わりにしたいと思うんですけど、まず相札のことを勘合っていうんですね。でテスト的には勘合符って書いても相札を何と言いますか、義満が使った貿易で使った相札のことを何と言いますかって言った時に勘合符って書いても丸なんですけど、勘合符だって書く人がいるんですね。それは×です。でもうそういう勘合符だったっけ札だったっけみたいなことを考えるんだじゃなくて、もう勘合漢字二字、相札を何と言いますか勘合終了、こんな感じでもう単純に間違いにくいように、覚えていきましょう。相札って言ったら勘合ですね。で貿易に勘合を使ったので勘合貿易というわけです。でなんで義満は貿易に相札勘合を使ったんですかという記述の問題が出るわけですけれども、それはここ日本ですね。で朝鮮で中国はその時明でした。でこの日本海を荒らし回っている海賊がいたわけですね。その海賊を倭寇と言いました。倭っていうのは日本を表す、寇っていうのは元寇の寇と同じですけど、まあ、海賊、今回の場合は海賊を表す。でこの日本海、日本と朝鮮の間の日本海、それからこの周辺ですねを荒らし回っている海賊がいたわけです。その海賊を倭寇と言います。で明からするとこっちの方から日本からこう来た船が倭寇なのか、それとも足利義満が使わした正式な貿易船なのかが判断しにくいわけですね。もし倭寇という海賊だった時に明が、品物、貿易の品物を渡せばこの、倭寇はもうとんずらする強奪していくわけです。こいつら海賊ですからね。なので、迂闊に品物を渡せない。で明は非常にこの倭寇という海賊に困ってたわけです。で義満に対して、この倭寇を取り締まれと。でそうじゃないとちゃんと貿易できないっていうことで、義満は分かりましたっていうことで、まあ、倭寇対策に乗り出すわけですけど、私がちゃんとした貿易船には勘合という相札を持たせますと。まあ、ここ札をこう半分ずつに切って、漢字ですね、まあ、ちょっとぐるーって書いてあるやつを半分ずつ持たして、こっちは日本からの貿易船、こっちは明が札を確かめるものの半分ずつ持っといて、合わさって漢字がきちっとなった場合は、あ、お前は倭寇じゃなくて正式な貿易船なんだなっていうふうに区別したわけです。つまり勘合を なぜ使ったんですかっていう記述の問題だった場合は、正式な貿易船と和光ですね、はい、これが書けるようになってください。今日はですね、なぜ足利義満は貿易に相札を使ったんですか、勘合を使ったんですか、答え、正式な貿易船と和光を区別するために勘合を使いましたというこの記述、3点ぐらいの問題になりますけれども、しっかり書けるようになってください。今回は三大将軍足利義満ですね、について南北朝の統一とか金閣を建てた人、それから勘合貿易、日明貿易、日本と明の日明貿易をした人で、この勘合貿易で勘合を使った理由、正式な貿易船と和光を区別するため、この辺を、説明しました。次回は義政応仁の乱を中心に説明をしたいと思います。今日も見てくれてありがとうございます。それでは勉強頑張ってください。